どうも皆さん、今回は洞窟探索、パート1でちょっとだけ中見た洞窟、そこを奥まで見に行ってみるぜ。ちなみに今回からモグが合流、画面上がグーグー爪になってる。あと勢力率高くね。順番変えたらグラデーションなる。洞窟には基本重要アイテムがある。このゲームは大体地下がメイン。サンズオブザケイブなんだぜ。ストーリー進めるなら地下。それじゃ早速探索向かうか。おい車で入ろうとするな。明確に詰まってるじゃねえか。車で洞窟内行けないかなって。どう考えても 100% で無理。入り口タックルすれば広がる説。洞窟は明るさ補正かけてお送りします。ないとマジで何も見えない。なんなら夕方とかちょっと暗い時間、スマホだと十分暗く見えるな。ちょっとでも補正した方がいいかも。スマホと PC モニター設定で見え方が違う。めんどい。そして大量の頭蓋骨。一体胴体の骨はどこ行ったのか。もともと体がないやつだったんだろ。つまり大量のゆっくりの死体。私たちの行く末はあれってこと？そしてこの洞窟は、若干覚えてる。何があったかは覚えてないけど、そこが一番重要って説がある。全部覚えてたらつまらないしね。ただ確実に、こんな崖はなかった。絶対アプで追加のルートだな。ロープで繋がってるけど、結構深そう。気になるわね。まあまずはアイテム回収優先。今ま左に敵いたよな。まあまずは、アイテム回収優先。真横の敵よりも優先。大量のゾンビ、マジでめっちゃいる。洞窟はミュータント系が大量。地上に比べて、敵が強いな。そしてここで、十字架を発見。近くのゴーストの出現を抑える。回数制限あるから注意だな。実際は特定の場面で使うんだけど、まあそれは、その時が来てからで。そして気になる崖のルート。まずはこっちから探索していく。新しいから気になるってのと、出口はどうせ反対側だから。前世の記憶的な探索方法。交代キー長押し。下に降りつ、そのまま下に降り続ける。それはさすがにトラップすぎる。ロープ降りるには交代キー必須。ただしそのまま交代し続けると後ろの池に落ちるシステム。しかもここ暗すぎて、どこから登れるか全くわからない。こっちあった。こっち登れる。ソロだったらここで積んでたわ。マジで暗くて何も見えないな。ふう、なんとか出れそう。一生池暮らしになるところだった。池暮らしの霊夢って。そこのロープで上に戻れる。ただここ、水中に続くルートある。水中はそれ用の装備ないときつい。きついというか溺れるからね。きついきつくないじゃなく不可能。こっちは今は探索できないと。ルートあったこと忘れないようにしないと。敵上から来た。カムサハムミダパンチ。モグに恐れをなして落ちていった。日本語訳で感謝パンチだからな。もう一体、スタンロッドで止めた。圧倒的なリンチ。スタンロッド圧倒的に最強。まだ生きてるぞ。ダメ押しにもう一発。動けなくして全員でリンチ。スタンロッド、強いけど、やっぱバッテリー消費がきつい。懐中電灯でバッテリー使いたいよな。別に懐中電灯なくてもいいけど、動画投稿者的にはさすがにね。明るさ補正しても暗いからな。とりあえず上に戻ってきた。ロープ上がりきりで待ってよっと。モノポテ、モノポテこっち。よし。ここで待機だ。ただ純粋で完全な悪意。振り返ったらもう UK いたわ。後ろから来たセミシグレに押されて。さよなら UK、忘れないよ。まあ、ロープ上がるのが遅い方が悪い。ちょ、殴るよ。やばい、一番敵にしちゃダメな人。邪魔してくるし実質敵だからな。大体は普通に隙間から抜けたし。おら UK、早く上がってこい。遅いよ、早く上がってよ。さっき落とされた時にダウンして上がれないんだよ。一発で死ぬとは思わなかったなどと供述しており。あれ、 UK どこ行った？もう隔先入ったわ。とりあえず最初の広場で書類回収。英語と改善に暗くて見づらいな。見えても自力で読めないけどね。とある鉱石を探してるって情報。そこの壁に生えてる金のがそれだな。これがこの島の特産品。食人族の肉とかも結構有名。観光資源は多い島なんだぜ。ほら、そこに島のマスコットキャラが。それにしては見た目キモすぎだろ。キモ可愛いってのが流行り。キモが10割を占めてるわ。可愛い要素完全にゼロ。スラリー、これも特殊なミュータント。完全にただの障害物ニョン。それ以上でもそれ以下でもない。見た目キモ以外に特徴はないな。セミと大体初見の二人に任す。他は全員対処知ってるしな。任せろ。うおうおう、実際こいつ銃で倒せるのかな。お、大体がグレ構えたね。こいつは爆破すれば一瞬なんだぜ。セミも爆破で一瞬で倒れた。スラギーはコッパみじんなのに人間は倒れるだけ。ミュータントを超える圧倒的耐久。一応そいつも HP が設定されてる。だから普通に倒せなくもないにょん。楽なのは確実に爆破だな。邪魔なら爆破。これライフハック。とりあえず基本は一本道。というか分岐の説明が面倒。最初の崖以外はほぼ一本。敵いるけど、そいつは任せた。私は書類の確認で忙しい。超ざっくり、暗すぎるってことだな。それにはマジで激しく同意。動画上危険だからな。ってメモ見てたら、ゲロミュータント。最悪な故障。ゾンビに比べて、強いミュータント。
スタンロッドの効きが悪い。ちょっとだけ止まるが、すぐ動き出すな。正式名称はフィンガーズ。あのビロビロ、全部指らしいもんね。どう見ても指には見えないけどね。酒とかで火炎瓶も用意できてないから、普通にこいつめっちゃ強い。蘇生直後にリスキルされたんだけど。頑張れみんな、頑張れ。この絵、めっちゃ動画的にいいね。完全に戦闘をサボってるけどな。撃破、すると口からなんか出す。だからこいつはゲロ。エクスペディアの CM みたいに言うな。それでこいつ、防具剥ぎ取れるけど、それも全員剥ぎ取りで増える。やばい、剥ぎ取り始めちゃった。モーション中なら間に合う。いけ、同時剥ぎ取りの謎知識披露するな。マルチにおいて最重要だから、それで剥ぎ取れるのが不気味な防具。防具は装備すると HP の横にピンクのゲージが出て、受けたダメージを肩代わりする。最大で10個まで装備可能だな。これもはや、バグじゃない説ある。もはや仕様みたいなとこある。この人マジでバーサーカーすぎる。大体のフレンドリーファイアだけで、面言動画1個できたレベル。敵もいなければ何もしてなくても殴られたからね今。シンプルサイコパス。ねえなんか、俺の方さ、地面から手が生えてるんだけど。ちゃんとした普通のホラーじゃん。そもそもこのゲームはホラゲー。なんか生えてきた。ツインズだ。二人が合体したような見た目の敵。二人はミュータント。シンプルグロアニメかな。地面に潜るなんて前はしなかった。待って今後ろから撃たれた。シンプルに普通の誤射。そしてこいつもスタンの効き悪いと。さっきのゲロミュータントと同じ。ゾンビよりも上位の敵だからな。食人族の一個上が特殊な食人族。その上がゾンビ。その上がこいつら。ゾンビって呼んでる顔なしのやつ。あいつからも前、防具取れたよな。さすがに弱体化が入ったらしいわね。ゾンビからも取れて増殖もできた。冗談抜きで無限だったから名前。ジャンクして、斧で届め。完全にダイナミックチョップ。これでやっと撃破。普通に強いな。そしたら全員で、剥ぎ取る。ゾンビから取れなくても十分かも。結局増殖できてるからな。そしたらまたどんどん奥に進む。どんどん奥進むなう。やっぱ洞窟来ると、紳士とよく合うね。赤ちゃんミュータント、小さくて厄介。赤ちゃん殺せ、やるぞ。赤ちゃんキモいんだよな。ここだけ聞くと限りなくクズ。ここだけ切り抜いてニュースになる。攻撃当てづらくてマジ厄介。こいつらの攻撃も普通に痛いし、本難体か同時に湧くしな。あとは見た目がほどよくキモいし、もういいや、無視して進もっと。それが一番早いかもしれない。それで奥に進んで、また目も発見。島の地図に印がされてる。内容を見る限り、シャベルの場所かな。シャベルは重要な近接武器だからね。宇宙ゴミ拾いで大活躍するんだぜ。確かシャベル、前の拠点の真下かな。とか言ってたらまたゲロ来たな。このシリーズ初の洞窟だからかもだけど、ミュータントがめっちゃ多く感じる。いちいち戦ってても、時間かかる。みんな、離れろ。グレ投げてから言うな。よし、ゲロミュータント撃破。動画班もモグ以外撃破。やばい、まだゾンビ残ってた。モグ以外全員ダウン。俺グレで格差入ってるけどね。モグ助けて、助けてー。なんで俺以外ダウンしてるの。みんなを助けたかっただけなのに、襲われてたから助けたかった。離れろって言われた直後には爆破してたからね。とりあえず格差入った組を待機してたら、まだそれできるんだ。高速回転して空中浮遊する技まだあったんだ。シリーズがあるわね。同時剥ぎ取りはまだ理論わかるけど、これに関してはマジで謎。マウスの DPI 上げまくって高速回転すると空飛ぶ。同時剥ぎ取りは動機とかの都合だろうが、このバグ技はマジで意味不明。一つ確かなことは、ミュータントよりも主人公たちの方がよっぽどミュータント。前の最終回これで終わったからな。実質伏線回収みたいなとこある。おい誰だ、グレネード投げたの。いやそんなことよりダウンの姿勢が。パントマイムかな。モノポテは空中でダウンしてるし、あれやってる時にダウンするとこうなるのか。浮いた状態でダウンしてる。あらゆることがカオスすぎる。空中で復活して空中で直立。そして洞窟をそのまま進んで、最奥に到着。ここに新アイテムがある。これだな、ロープガン。普通に敵に突き刺せば痛そう。そういうアイテムではないからな。ロープガン、ジップラインを作れたり、ジップラインの使用にも使える。一部洞窟は、これがないと進めない。ザ・フォレストあるあるだな。ポケモンの秘伝技と同じ感じ。とりあえず適当に、ジップラインつける。マジで適当すぎるだろ。一箇所につけて、もう一箇所につける。ジップライン展開完了。地獄へのジップラインすぎる。しかも真下に、ツインズいる。とりあえずこんな感じでアイテムを集めていって、それでどんどん洞窟行く流れ。誰だよこのジップラインつけたやつ。落下してダウンしたんだけど。それ地獄へのジップラインだから。次のコナン映画のタイトル決定。それでこのルートをまっすぐ進んでいって、洞窟の出口、これでここ攻略。最初の崖の方のルートは、やっべもうすでに忘れてたわ。まああれは水中探索装備が必須。それ手に入れてからまた来るわ。そしたら今回はこの辺で終わるか。このシリーズ初の洞窟探索、FF でのダウンが5割だった。圧倒的足の引っ張り合い。次回は拠点整備、拠点拡張会。それではご視聴ありがとうございました。